水没、ギラ動画、水没ギラ動画フルフロンタル専用機制作演奏でございまして、なんとこっちも水没してたんですよね。でこっちがマスターグレード、こっちが、ハイグレードです。めんどくさいからそのまま置いてますけど、ちょっと頑張って、まずは、ボディこんな感じでございます。これね、こんなに動力パイプって黄色かったっけみたいなところなんですけどね。これがハイグレード、マスターグレード、こんな感じです。こんな感じ、はい、やっぱりマスターグレードの方が余裕あるよな。余裕ある、はい、これね。え、次が届くかな。お、バックパックでございます。これランドセルって言ったのが、バックパックはもう二色成形です。これね、二色成形で、こっちのマスターグレードはこんな感じなんですよ、はい、ね、三色なんですよ。厳密に言うとね、内側がグレーなんで四色成形なんですけどね。こっちのハイグレードはギラ動画二色成形でございます。はい、で今ね、途中までしか終わってないんですけど、腕ここまでなんですよ。でちなみにこの手首は、ビルドなんちゃらのやつを使ってます。はい、ノーマル手首ちょっと具合悪いんで、でこんな感じです。こっちね、よいしょ、ギラ動画腕、こっちのマスターグレードはこの中に黄色いパーツが入ってるのよな、関節に。こっちはただ単にサスペンションみたいなのが見えるだけで、ちなみにここはね、フルフロンタル専用機なんで専用パーツがあります。ってね、どっかにあったで、黒いやつがあってね、それがフルフロンタル専用機の、ものじゃなくって、ユニコーンって書いてあったな。ギラ動画ユニコーンバージョンって書いてあったやつがありまして、ここは黒いのに取り替えができるんですけど、ここに、サスペンションに色が、こっちは別パーツですけどこっちはないというところです。ただね、この上腕とこの肘から下やなは、なんとスライド金型が使われておりまして、一発抜きされております。これ上とこのここのパーツは、なんか努力するベクトルが違うような気がするあのね、力入れるベクトルがちょっと違うような気がするんですけど、結局はスライド金型使っても結果ね、まあどっちみち全部ペーパーガリ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 ってかけてたら一緒やからねんな、これ。というところで、これが都合上こっちが左腕で、こっちが右腕でございます。はい、同じです。ビルドなんちゃらの手首使ってまして、で何やったかな、やっぱりねマスターグレードの方が、ずーっとマスターグレードばっかりやってると、このハイグレードがすごくねチープなんですよね、出来上がりが。でまあ実際ここまで、一晩、ちょっと今日は一晩かけてここまでやってまして、で、終わらんかったと。外明るくなってきましたけどまあこんなもんやでっていう、そこまでで、あとできてんのがここまでやな、あとシールドね、はい、ここにねネオジオンのマークが、バスターグレードはないんやけど、これはハイグレードはネオジオンのマークがあるな、モールドで。裏がこんな感じです。安いです
はい、マスターグレードこう蓋がちゃんとされてるんですけど、ハイグレードはこんなもんやねん。で問題なんかこれがね、こうやって曲げたりしてる間にここら辺にクラックが入ってたんですよ、僕が持ってたギラ動画は。だからあんまりシールドは触らん方がいいのかな。けどこの曲がる可動軸っていうのがこの上についてるところの可動軸そのまま使えますんでね、何かの時に負荷がかかってひびが入るんですよね、クラックが、っていうところをまずですわ。はい、次はいつになるか分かりませんよ。もう部品もほとんど乾いたみたいなんでね、一回ちょっとどっかに片付けて違うことちょっとしたいんでまたね機会があったらということで、はい、フルフロンタル専用機ね、腕と、上半身まで